そうとも聞く。この者たちが打倒オロチの強力なる助っ人、ルフィ殿とロー殿でござる。おい、ルフィ、無事着いたのか。おお、桃之助様。ルフィ、拙者今剣の練習をしておったのだ。そうか、見よ、へいっ、よっ、ちゃう。桃之助様、よくそこ無事で。うん、聞く、久しいな。犬のおっさんも和の国に来てんのか、桃。え、桃、桃之助様に対して呼び捨ては無礼ですよ。ああ、良いのだ、聞く。はい、もちろん犬嵐も和の国に来ておる。そっか、あとはあいつらだな。まだかな、ずいぶん歩いたね。金右衛門たちいるかな。ええ、お城の跡が目印だと言ってたので、多分この山で会ってると。なんとか連絡取れてよかったわね。おーい、おー、ルフィじゃねえか。ルフィ、お前らこっちだ。ルフィ、よかったです、ご無事で。カルちゃん、ルフィ、侍みたいでかっこいいな。遅かったな、お前ら。お前を探しに行ってたんだよ、海底まで。ビブルカードが見つかったから生きてることは分かったけど。おなみー、ワモちゃん。金右衛門さん、具合はいかがですか。ああ、なんとか。桃之助さんはお元気そうで。やっぱエロガキ、一味に戻られたのだな、サンジ殿。ああ、心配かけたな、金さん。ん、お、この方々はルフィ太郎さんのお仲間の方たちですか。なんて可憐なレディー。メロ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 、いい加減離れなさい。ブレだぞ、骨騎士。いいじゃないの、ブラック。ねえ、モモちゃん。こら、もう、もう、もう、この者たちは皆ルフィ殿のお仲間、心強き我らの助っ人。桃之助様、あんなに元気になられて。